LGV 大西洋線で運行中の TGV レス、LGV 南ヨーロッパ大西洋線、または LGV 南西線はフランスのトゥールボルドー間の高速鉄道路線である。パリから南西へ伸びる LGV 大西洋線の延長区間であり、ボルドー方面へ向かう TGV などが運行されている。ポワトゥーシャラント地域圏、アキテーヌ地域圏、 ミディーコールピレネー地域圏などのフランス南西部とパリ、ロンドン、ブリュセルやソレイエの北ヨーロッパ地域とを結ぶパリボルドー間の現行3時間から3時間半の所要時間を最高速度時速 300km で2時間10分程度に短縮することが計画されているトゥール、ボワチエ、アングレーム、ボルドーとフランス南西部との都市間連絡や他の ヨーロッパ諸国との接続が改善される。LGV 南西線の計画は、現在の線路容量が逼迫した、既存の在来線とも関係している。最高速度時速2 2 0トルの高速列車、TGV と速度の遅いローカル列車テルや、貨物列車が、同じ路線に混在し服装した状態になっており、効率的な運行が妨げられている。 専用の TGV 用の高速新線を建設することによって、より多くの貨物列車やテルなどが既存の在来線で運行可能になる。混雑している区間に新たなテルモーを作ったり、貨物列車の運行回数を増やすことによって、道路交通を減らすこともでき、環境負荷も減らすことができるとされている。新線の建設により、経済的な効果ももたらされ、 第一期計画の建設で5年間に1万人の雇用が生み出されることが予想され、他にも新鮮の開業効果による産業振興が期待されている。完全な国営ではなく、来シーコンソーシアムが指定管理者制度によって包括50年間の権利を取得し、建設と2061年までの保守を請け負う官民共同事業である。ライシーには建設を手番し、 金融大手預金協託金庫、投資信託メリディアム、アルディアンが共同設立し、これにフランス鉄道線路事業公社が12億ユーロを、欧州連合が30億ユーロを拠出している。ありがとうございます。